タイトルコールすると思ったでしょう。しないの、それが。とりあえずこんばんは、伊集院光です。普通だったらこれドカンってタイトルコールをやってスペシャルウィークの放送が始まるんだけれども、今回はそういうちょっとフェイントみたいな、こう、何？すごくこう、計算高い始まり方をした理由がある。それなんだか教えてあげようか。準備ができてないの。番組の。生放送すごいよね。だってね、今、まあ僕の場合はね、いつも皆さんね、皆さんにやるとチープな感じのタレントって思われてますけれども、いつもまあ大体この番組始まる20秒ぐらいまでは、ガウンを脱ぎませんから、ガウンを脱ぎませんし、キャサリンも返しませんよ。ね、キャサリンの、なんつったいのかな？大事なところを揉んだりね、噛んだりね、それから切除したりしてるわけですよ。ね。で、今日も、じゃあ、こんだけ揉んで手首の握力もなくなってきたから、ラジオでもやっつけようかと思って、1時のね、3分前ぐらいスタジオ来たんですよ。誰もいないの！大丈夫なの？この番組！今大丈夫？今大丈夫になった？じゃあ、この後ね、大事な今日の番組内容を説明する、録音テープ。しかも、出来上がったのが4秒前。ということは、放送開始から、30秒後に出来上がった、テープがですね、流れますんで、これをまずよく聞いてください。光る深夜のバカ力、伊集院プロデュース、アンタッチャブル山崎大振り出しスペシャル。伊集の水博士、伊集の水博士。想像しいな、柴田助手。なんだね、いきなり番組のタイトルが違っちゃってますよ。今週はメカ山だ。今生スタジオにいる山崎に気づかれたら一体君はどうやって責任を取るんだね。すいません博士。いいかい柴田助手、今流れてるテープは先週の木曜日の夜に録音されたものなんだが、今の時点で君やリスナーに言えることは全てラジオの未来のために行われてるということだけだ。はい博士。それじゃあテープの続きを落ち着いて聞こう。月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力、伊集院プロデュース、アンタッチャブル山崎、大売り出しスペシャル。どうもこんばんは、伊集院光るです。今ですね、木曜日の夜中1時です。でまずはいろいろ喋るよりも本日の主役をご紹介しましょう。アンタッチャブルの山崎弘成さんです。どうもよろしくお願いします。今のよろしくは少し噛みましたよね。いえ。いや、僕の中では噛んでる範囲に入んないです。あのね、はい、今日はオーディションをやって、はい、本当に実力があれば、うん、一生懸命あなたを売ります。はい、ありがとうございます。で、一つは、万が一山崎が、うん、看板ラジオ番組を持ったらどれぐらいやれるのかっていうことで。はい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 。看板ラジオ番組オーディション。おー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 。で、もう一つは主演のラジオドラマを、はい、ちゃんとできるのかっていうことで、ラジオドラマオーディション。あー、出た。役者の面もね。そうですよ、役者のありがたいです。で実際こう、はい、お試し版を今からやってみて、こいつ腕があるなってことになったら実際に売り込み開始です。でダメな場合は、はい、あのねジーンズメイトのバイトを紹介してやるよお前に。ダメだった場合ですよね。うん。でなんでジーンズメイトに限ってんだっていう疑問もありますけど、知り合いで店長やってるやつがいるから、はい、なるほどね。力があって元気なやつが欲しいって言ってたから。ちなみにうん、山崎君は、はい、もし自分の看板番組が持てたら、うん、第1回目のゲストには誰を呼びたいって言ってましたか？やっぱ中根かすみちゃんですよね。うん、はい、こうなっちゃいますよやっぱり。本当に一押しだよね。いやまず可愛いでしょ。でも好きになったら俺の方が先だからね。いや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 、それは僕の方が先でしょ。いやバカなこと言ってんじゃないと。いやいや、これは譲れないな、これは譲れない。で今回は、もし中根かずみちゃんが山崎の番組に来たらっていうこうシミュレーション一回やります。はいはいはい、はい。ちなみに山崎はうん、なんていう番組タイトルするの？山崎弘成のみたいなんじゃん。もう山崎弘成のフィーリングナイト。ダッセーなんでダッセーなんでですか。うわダッセー。フィーナイトの方は騎士の方で書きますから、ね、うわ昭和だ。なんでですか。昭和いたここに。びっくりした。何ちょっと待って、人が温めてたタイトルをそんな言い方ないでしょ。柴田君、
君の相方のセンスはダサすぎるよ。フィーリングナイトってナイトって、はあ、すいません。しかしあいつのダサっぷりは今に始まったことじゃないんです。うん。いや、そんなことより博士、僕も中根かすみちゃんと番組やりたいですよ。君はバカだな。あれは山崎を釣るための餌だよ。オーディションに合格したら中根かすみと共演できるって言っていろいろ喋らせて、最終的には山崎をロボットに。博士、山崎をロボットにする。君そんな大きい声出たら山崎をロボットにする。山崎。オーディションの方を、はい、始めましょう。はい、で今回は当然中根かすみちゃん来てませんから、はい、僕が中根かすみちゃんの役をやりますんで、なりきって。え、いやいやいや、え、そんなできるん。できるって。お願いします。ネギ泥棒、ネギ泥棒が出たぞー。締まり組じゃ。すいません、はい、すいません。え、何の今練習されました。かすみちゃん、だからお前はバカなんだよ。そうなんだ、俺バカなんだよな。かすみ傷つく、すごい。そういうの、そういうのは全然いい。そういうのですよね。そういうんじゃないですかね。バカとか言うし、かすみのこと。なんでその悪口言われた時はかすみちゃんっぽいんですか。ザーイ。ちょっと、はいよはいよ。ちょっと伊集院さん、伊集院さん、お前伊集院さん、無理して。全然想像できないですよね。ほぐれた。ほら、なんだ、なんだ、なんだ、ほぐれた今。それじゃあ、柳沢ディレクターの Q で、番組オープニングです。始めてください。はい。山崎宏成のフィーリングナイト。どうもこんばんは、アンタッチャブルの山崎宏成です。あ、はじめまして、中根かすみです。あ、はじめまして。いやいやいや、こんなねことをいきなりちょっと言っちゃ失礼かもしれませんけども、なんかこう、なんか中根さんって呼ぶのもあれじゃないですか。だからかすみちゃんでいいですかね。おいどんのこと。いやいやいや、あらーちょっと、おいどん、おいどん、いやちょっと待ってください。おいどんな、あーおいどんのこと。いや、ちょっと一回ごめんなさい、一回ごめんなさい。なんすか。おいどんな、途中まですごいんですよ。あ、そう。なんでおいどんって言っちゃうんですかね。いや、なんか進まないな。分かった。大丈夫ですかね。すみません、すみません、どうかしてて。俺本当お願いしますよ。じゃあ挨拶終わりからお願いします。もうちょっとすげえ今いい感じだったのに。あ、はじめまして、中根かすみです。あ、どうもね、今日は本当わざわざありがとうございます。だから逆にこういうこと言っちゃうとあれかなと思うんだけど、その中根さんとかね呼ぶのってちょっとなんか距離あるなみたいなところあるから、かすみちゃんとかでいいですかね。全然構わないです。あ、本当に？いきなり質問タイム。机叩いてる。ラジオで今聞いた。机叩いちゃってんのよ。やってらんねえよ、かすみ的に。お前、俺は誰だと思ってんだお前。いや、中根かすみっつったらなんだ。中根かすみっつったらよ、仁義なき戦いの中で誰だ。やめんなお前。誰？広野だよ、広野。菅原文太さんですよね。かすみちゃんごめんね。かすみちゃんだよね、多分。かすみちゃん、もう一回行こうか。叩いちゃったらダメじゃん。そうだよね、はい。質問タイム、イエーイ。さあ、ここでね、かすみちゃんに質問なんです。次のうち、どっちが好きですか。いいですか。1番、ペタジーニ。2番、清原。さあ、どっちだ。どっちどっち。1番のペタジーニ。やっぱり耳垂れ出た。いって耳すげえいって。かすみちゃんねえ、おお、何キワー、一回止めてもらった方がいいかな。なんで耳垂れ。いやー、君の相方はよく噛むね。私と台本通りにやれば10分で撮れるものを、その度にやり直させるのが大変だったよ。それで博士はあんなめちゃくちゃのセリフを。うんうん、面白くなってきたから。博士、そんなことじゃロボット山崎が。君は軽はずみにロボット山崎。博士の とにかく後のチンキなセリフはラジオドラマのオーディションと称してたっぷりいただいた。
ラジオドラマのオーディションの方はいろんなセリフを用意してますから、はい、全部やってもらって、演技が前順に主役からはめてきますから。あ、全員分のセリフは、出演者全員分のセリフは言ってもらいますけれども、はい、もう君の演技がダメな場合にはもうどうでもいい戦闘員 A とかそういうやつです。うわ、やだ、 A とか嫌ですもん、うん、そのちゃんと名前があるやつがいいですよ俺。 A ですよ、 A なんて嫌です。でもしあなたが主役を取れる場合には、はい、もうラジオドラマのタイトルが正義超人山崎です。きたきた、正義超人山崎の山崎役を取れるか、はい、正義超人柴田の戦闘員 A ですよ。絶対その、戦闘員 A ってことはやられるんですよ、絶対。うん。絶対嫌ですよ、そんな。もしくは、靴左。そんな役どうするんですか、痛いよ、もう踏まないでくれよ、みたいな。そんな靴は言わないから。黙ってんの。黙ってんの、うん、もうそんな役に入るんですかね、そんなの。わかんないけども、それ。うわ、絶対。でもいいですよ、実力で。あの二人でしょ相手は。はいはい。オッケー、オッケー。正義超人、山崎。今我々の住む緑の星地球が大ピンチなんです。悪魔超人が発射した毒電波が太陽を黒太陽に変えてしまうんです。そんな時にそんなどうでもいいことをグダグダ言っている場合じゃないでしょうが。あなたは友達に自分の家を燃やされたことありますか。お願いします、100万円貸してください。よしよし、これで音声データは全て揃ったね。それじゃあそろそろ生スタジオのケツアゴの様子を。いや、その前に本物のタイトルコールをしておこう。月曜ジャンク、一級院光る深夜のバカ力、未来ラジオテクノロジー、伊豆の水博士のメカ山崎誕生計画。ラジオ版ガイアの夜明けですよ。改めまして、こんばんは、伊集院光です。そして私の前に座ってるのはこの方です。はいはい、どうもご無沙汰です。アンタッチャブル柴田でございます。楽しくなってきた、楽しくなってきた。頑張りましたね今回もね。いや、ほんと今回作業が大変で、このスタジオの入りもドタバタしてごめんね。いやいや、とんでもないです、とんでもないです。だからもう全部整ったのが、はい、オンエア何分前とかじゃないから、オンエア1分30秒後だからね。そうですよね。でそこから、このテープで初めて事実を知る人がいたから、その人にスタジオ入ってもらうのもドタバタだったんですけど、ちゃんとあの方聞いていただ、なんすかこれ、あら、いや、あらじゃなくて、あらじゃないです、なんすか、なんすか、その顔は聞いてる顔だ。あ、聞いてるんだ。聞いてたって。聞いてる、山ちゃん、山ちゃん、ちょっと山ちゃんじゃない、ちょっと手出してみて、手、俺の手出してみて。いやなん、あ、まだロボットになってない。あ、じゃあまだロボットになってない。ちょっと待って、もうやだ、なんでもうやな感じだわ。スペシャルウィークでみんなテンション上がってる時に一人だけそんな不安。もうやだなんで俺。聞きたいことがあったら全部聞いてじゃん。いや、山ほどありますって。何まず、中根かすみちゃんに、これ会えない、会えます共演できます、共演できます。え、マジ共演最高じゃないですか。そうなんだ、いいね。そして、はい、山崎くんの夢だったフィーリングナイト、はい、オンエアされます、されます、させえ、させえ、させえ、すげえ、だってダサいはいいでしょ、気持ち悪い。え、いや違うんですよ、じゃあ待って、うん、違うんです、僕が言いたいのは、うん、いや、もともと、うん、僕の売り出しスペシャル、うん、アンタッチャブル山崎の、うん、で、まあそれで、実は俺だけじゃない、うん、山崎だけじゃないと、うんうんうん、ね、相方の柴田、うんうん、そして熊本県の桐畑、うんうん、この3人で一番実力があるやつが、売り出しにかかると、うんうん、そういう嘘を言ったね。嘘だーかー嘘だーかー、もうなんで騙すんだ、あれ、なんで騙すか、一つ言わせてもらうよ、なんすか、一つは、お前のため、優しい先輩、もう一つは、ラジオというメディアの未来のためですよ。どうなの、すごいでかい、すごいでかいこと言ってんじゃないですか。そうなのよ。で、じゃあもう一個言っとこうか、私悪いようにはしてないはずだよね。全然してない、全然悪いようにはしてない。本当ですか、うん、なんかそのなんかもう
もうこうあの騙されたじゃないですか前ね。うん、えそんなことあったっけ。あんたちょっとおい、あった残しとけ思い出。あったこんだけ刻まれてんだから星は時間かかるでドッキリあったね。あった、ああいうのがあるから。ああいうんじゃない、もうこう何も分かんないのがすごい怖いんです僕。じゃあこれだけ覚えておいて、はい、君は自分の番組が持てた上に、はい、ちゃんと中根かすみちゃんと共演ができる、うん、あこれはできるんですか。絶対嘘じゃないよ、うん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 、もしじゃあ君が中根かすみちゃんと共演できないんだったら、まあ、君好きなんでしょ。大好きなんでしょ。大好き大好きな中根かすみちゃんと。だって変な話、本来だったらオーディションやって、まためちゃめちゃこいつが噛みまくるのよ、はいはいはい、本来あのテープだったら怒ってて共演できないんですよ。うんうん、だけどもそこをある意味俺たちの力でよ、はいはい、柴田が降りてくれたからいいようなものの、俺たちの力で、お前が共演相手に決定したんだ。そうだよ。ええじゃあ中根かすみちゃんとは会えるんですか。会えるよ。おー来た。いいな、来たもうすっげえ可愛い。可愛いんでしょ。いや可愛い、超可愛いですよ。超可愛いんでしょ。俺のためにも待ってよ、本当に辛いよ俺だって。ラジオの未来とお前のために譲ったんだよ。そうよ柴田は。あじゃあ会えるのは会えるんですね。そうだよ。いやいや、ちょっと、ですね、今週の1曲目いきたいと思います。1曲目いっちゃったらなんか会えないみたいな感じになってる。違う、その間にちょっと話そう、はい、話そう、はいはいはい、ラジオを聴きの皆さんはあのね、先週聞いてる人はものすごいよく分かってると思います。あ、先週聞いてないの。聞いてないですね。あれあれあれ、グーピー寝ちゃってたっていうか、うん、あのね、うん、次売り出しスペシャルだみたいなね。何下準備してんの。1週間前からいろいろ緊張しておかしいよね、下準備するなら逆にオンエア聞けって話じゃんか、ああ、うん、聞いてないことは確認してんだ。てかね、お前の家にラジオがないことを確認してるんだ。ねだから、はい、ラジオ聞いてる方はいよいよあの時がやってきた。で、今日初めて聞いた方で、ラジオ好きな方、はっきり言います、ラジオの未来がこの2時間の番組の中にぎっしり詰まってます。うん、はっきり言うとこれね、僕の予測では2015年ぐらいのラジオなんですよ。あ、それを先取りしてやろうと思ってるんですよ。じゃ本当に嫌なことじゃないですね。全然。あ、よかったよかった。ラジオの未来を担ってるのはこの方、アンタッチャブルの山崎さんです。おー、おーくそー、ありがとうございます。いけんおい、こいつバカだから、バカだからごまかしやすいシャイで、いや、ダブルリミッツ。さあ、スタジオ内落ち着いてまいりましたね、ちゃんとね。そうですね。いや落ち着いた。なんでそんないろんなところ書いてるの。ちょっとやな、汗かいちゃって。何が痒くなっちゃったのそれは。なんかいろいろ痒くなってきちゃうんですよ。あれだ、あの、ほら、はい、宇宙酔いってあるらしいんだよね。人間っていうのはやっぱさ、地球に地の足ついて生きてるもんだから、宇宙の無重力状態に長くいたりすると、はいはい、いろんなこう症状が出てくるのと一緒で、一人だけ未来行っちゃってるから。進んでる。いやびっくりするよ。フィーリングナイトなんて言葉を言う人が未来の人だと思わないもんね。逆に一周回ってんだ。すごいよ。それはいいでしょ。フィーリングナイト山崎2015番すごいね。持ってるね。あのね、ごめんね、あのね、そんなこれからロボットになる人に対してこういう説教とかあんま良くないので、相方に愚痴として聞いてもらえる、君の相方あれだよね、若手のお笑いで、これからこうどんどんこう若い人も人気出てからにならない人だよね。そうですね。あの人最初フィーリングナイトって言ったでしょ。まあはいはい言ってましたね。やばいよね。やばいっすよ、当然。その後。殴りたいですよ。で、さすがに、それはまずいんじゃないのって言ったら、はい、山崎弘成の、元気はつらつっていう。なんでですか。何が。やばいっすか。え、そこにお前、トップアイドル呼ぼうとしてんの、はつらつ。ふざけんなよ、お前。その前に。もう自分ではフィーナイとか呼んでるからね。フィーナイありえないでしょ。高校で昨日フィーナイ聞いた、聞かねえよそんなの絶対。なんでだろう。むしろ聞かねえよね。いやただその前のなんか これからメカになるとこがすごい引っかかるんですよ。何があ分かった。少し痒くなってきてるのは、あれじゃないの、アルミ化してきてるんじゃない。どういうことか。どんどん今メカになるアルミ化とかも全然分かんない。2人が何言ってるか、山崎さんが全部把握するまでは、なかなか私たちの方も、国家機密だから、大丈夫なんですか。これもしお前文化放送に取られちゃったら、いち早くテルミさんをどんどんメカにされちゃって。危ない。そうでしょ、俺もね、山崎先にメカになろうと思ったんだけど、やっぱり人体への影響がやばいじゃねえか。だからちょっと待って、なんで僕は人体への影響 OK になってるんですか。いやそれはって、まあ、柴田には悪いことしたなと思うから、した場合には柴田2万やるよ、こいつが。どう助かります。いやいや、ちょっと待って、どうしてもいいでしょ、どうなってもいい、大丈夫。2万じゃ無理だろ、2万じゃ無理だった。じゃあ上がったよ、2万3000。やばい
未来明るいぞこれ。お前2万3千もらえんだよ、こいつがぶっ壊れちゃえば。未来明るいな、おい。もう意味がもう全然わかんない。交渉上手だなお前。違う違う、交渉上手じゃなくて意味が全然アルミとか、未来。じゃあ、リスナーの皆さんはですね、未来のラジオに関して、未来ラジオはこうなっていくんじゃないのかっていうことをですね、うん、ファックス番号東京03-5562-9540、東京03-5562-9540まで。あと中根かすみちゃんはちゃんと出ますんで、うん、中根かすみちゃんファンの人は失望せずに待ってください。もう一回確認しときます。はい、今日のゲストアンタッチャブル、はい、どうも、そして、たどたどしいメインゲストの、はい、夢心地の山崎さんですけども、うん、はい、中根かすみちゃんと共演はしたいんですか？いや、したいですよ。したいですよね。したいです。中根かすみちゃんをあなたがそれだけ一番推す理由は何なんですか？優しい。癒されたい。癒されたい。どういう時に癒されたいの？いや、やっぱその一人で家とか帰るじゃないですか、うんうん、その時にやっぱちょっと疲れたりすると、うんうん、その時にこう膝枕とかねしてくれるかな。耳クソ掃除とか。耳クソ掃除されるな。耳赤ではなくて。耳赤ではなくて。耳赤。それじゃあ、まあリスナーの皆さんもそういう人いっぱいいると思うんですよ。やっぱりね、この深夜にね、せちがらい世の中にかすみちゃんの声が聞きたいって方多いと思いますんで、はい、早速中根かすみさんの登場です。今日はスペシャルウィークということで、今日のゲストは中根かすみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりですよね。はい、ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。びっくり人間みたいな番組で、はい、そう、大勢ゲストがいるところの中であったんですよ。はい、お正月番組でしたよね。お正月番、そうだっけ、お正月番組だ。はい、お正月でした。その時はですね、僕がなんて言うんですかね、テンパってたんで、かすみちゃんと話をするとこじゃなかったっなかなか席隣だったんですけど、なかなかお話できなかったんですよね。そうなんですよ、だからちゃんと一回お話ししたいですよ、きちんとね。それで、はい、まあ、来てもらったところなんですけど、すごい嬉しいです。でもね、やっぱりね、聞いてる人もそうだと思うんですけど、やっぱりまず中心グラビアになるじゃないですか、はい、だから、写真ですごい可愛いの分かってても、おしゃべりをそんなまだ聞いたことがないとか、あと日本語じゃないおしゃべりは、はい、NHK で聞いたんだけども、はい、とかそういうケースは多いと思うんですよ、だからもう普通の話しましょうよ、ちゃんと。ぜひぜひ。そうですよね。じゃあ、好きな食べ物は何ですか？好き、白菜です。ごめん、これあんまり広がらないわ。白菜、白菜は素材だから、料理じゃないから。それは本当はイチゴとかチョコレートパフェとかあるんだけど、うん、今までそうやって答えてた事務所の人に怒られて。なんて、普通逆だろ。あんたの事務所おかしいよ。うちホリプロの、ホリプロのアイドルのボーコは、はい、ボーコちゃんは、はい、何が好きですかって、鶏の皮肉と肉の間の油って言って、事務所からお前それ生涯言うなって言われてたから、チョコレートパフェとかパスタとか言えばバカ野郎って言われてましたから。本当ですか？白菜の方が OK なんだ。そうなんですよ。何個か好きなもの言ってみてって言われて、あ、チョコレートですって、バニラアイスクリームですか言ったら、それじゃあ話は広がらないからとか言われて。あ、白菜はね、逆の意味で広がらない。本当ですか？ただ分かるのは、なんかこう意外な一面とか見てみたいなみたいなのがあるのに、割と似合うじゃん、チョコレートパフェとか。似合いすぎると広がらないかなっていう、その事務所の心配はわかるけど、正直に言えば。嘘じゃないんですよ。本当に白菜は好きなんですよ。まあ嘘にしちゃつく、つき方考えろって嘘ですから、それは好きなんでしょうよね。あ、本当は本当なんです。あと趣味は？趣味は最近はプチ盆栽にハマっていたり。それは意表つくブームなの？それは。いや、本当に。プチ盆栽。盆栽。なんか花を育てたりとかもすごく好きで、うん、なんかたまたま最近、盆栽ブームで、じゃないですか。うん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 。それでなんか近所になんか自然っていう、うん、ところがあって、お店が。うん。自然っていう名前。自然っていう名前の。ストレートの名前だね。うん。自然っていう名前なんだ。うん。そ
あるんですよ、うん、そこでお気に入りの苔を買ってきて育ててます。あのさ、写真集の中にさ、はい、あのミニチュアダックスと一緒に写ってる写真があったでしょ。あの犬は、撮影用に借りた犬、自分の犬、自分の犬です。よかった。愛犬。俺もミニチュア飼ってる。かわいいですよね。なんて名前なの、あの犬は。うちは、うん、お母さん犬が、うん、ももちゃんで、うん、子供の犬が、うん、マリアです。マリアちゃん、はい、2匹飼ってるんだ。2匹で親子で飼ってます。かわいい。かわいいっすね。話弾んだ弾んだ、ね、楽しそう。すっげー弾んだ。なんか一個言えば返してくれるから、ね、なんかねすごい。であのラジオってさ間が空くとすごくシーンとしちゃうんだけど、その間もすごい、ね、うふふって笑いが入るじゃんか。はいはいはい、はい、なあ、いやまあいいでしょ。いいですけど弾んだ。いやいや弾んだじゃなくて、んあれ僕何なんで伊集院さんと共演されてるんですか。一応さメインは、番組のメインは伊集院光さんだから、あそうかそうか、中のいわゆる箱番組。あすいません、今のちょっと感じ悪かったね。ごめんなさいごめんなさい、これないよ。かすみちゃんさ、ちょ待ってください、大丈夫です大丈夫です、ごめんなさい、すいません、土下座でいいですか。安いなお前土下座。早いな、膝の関節が温そうだな、もうすぐにな。どうぞ、腰膝が。もう行きます行きます。その辺もメカなんだ、早くも。いや、メカじゃないですけど。メカになってメカは何かってよくわかんないですけど、はい。お前のこともちゃんとお願いしてますよ。はい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 。あ、それいきなりわかんないけど、はい、中根かすみちゃんが来て、知らないタレントさんがいきなり座ってるわけいかないでしょ。そうです、はい。そうでしょ、礼儀としてですね。そうよ。ねえ。はい。ほぐして、こう、温めてよ。これからよ。はい。相方よくわかってるわ。じゃあ、お前がもう共演しなくていいわ。柴田と。いやいやいや、それはそれが俺だよ。俺だって白菜でももっと広げられたよ。俺だ。ごめん、俺白菜でよ。俺甘くて、甘くて。俺してんか、お前。お前お前で俺してんか。いやいや、そういうことじゃないですけどね。本当にさ。いや、勝ち取ったな。柴田秀介のフィーリングナイト。いやいや、フィーリングライトは渡せないよ、お前。フィーリングドリームで行きたいから、俺。同じだよ、もうそんなの。じゃあ、いやいや、お願いします、僕。その辺もちゃんとお願いしてますから、そこを聞いてくださいよ。一個だけ今日はちょっと無理なお願いがありまして。何でしょう。実はですね、僕の、はい、友達のお笑い、まあ、若手のお笑いなんですけど、うん、が、中根かすみちゃんの大ファンなんですよ。本当ですか？うん、嬉しい、本当嬉しい、すごい嬉しいです。あのね、はい、アンタッチャブルって知ってる？お笑い聞いたことありますね。気使ってない、大丈夫？本当に聞いたことあります。全然聞いたことなくても恥ずかしいことじゃないの。だって彼の1ヶ月のスケジュールは家で寝てると草野球だから、そういう意味では聞いたことある方が不思議なんだけど、たまにオンエアバトルとか出てるやつなんですけど、そのアンタッチャブルの山崎くんっていう人が、はい、この間一応僕も先輩なんで、お前の夢は何だっていうふうに聞いたら、はい、自分のこう一人で喋るラジオ番組をやりたいっていうのが一つ夢だと、はい、でもう一個が、その番組をもしやることになったら中根かすみちゃんをゲストに呼んで二人っきりで喋りたいと。嬉しい、そんなこと言われたの初めてです。それでですね、はい、一応僕も一応後輩の夢を叶えてあげたいんで、今日は一日だけ、それで番組を持たせてあげることにしました。おお、それで今日一日だけなんですか。今日一日だけです、まずは。あ、そうですか。でそれをきっかけに彼が評価されればいいことですから、はい、でそれでかすみちゃんに出てもらいたいんですけど、ただね、一人の部屋に二人っきりはちょっとまずいんで、今日は、かすみちゃんはもうこのスタジオで、はい、でその山崎は別のスタジオで、はい、隔離しますから。そんなここに連れてきてくださいよ。いや、合わせるのには一回ね、熱湯で煮沸消毒しないと危ない感じの人なんで。あれですよね、山崎の予防接種受けてないですよね。あ、受けてないですね。あ、じゃあダメです、じゃあダメです、じゃあダメです。安心しよう。WHO の方からダメって言われてるんで、それは合わせちゃダメって言われてるんで。もう別の部屋で山崎と、まだ俺会うのは早いと思うんですよ。ほう。だってほら、夢って人の力で全部叶っちゃダメでしょ。私も一応二人っきりに近い形にしますから、このスタジオ出ますんで、はい、二次共演の方をしてください。はい。いなくなっちゃうんですか。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。偉くなったな山崎。待ってんだよな、これな、今の話からばそういうことじゃんか。はい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 、別スターでさ。ってことは僕が行くんですか、これから。いや、君はここだよ。君はここで、はい、
そのイヤホン、あ、はい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 、今聞いてる限りはそれしかありえないけど、要するにお前がなんかわかんないけど、さっき第二打ち合わせ室でうだうだしてる間に、俺は出たり入ったりしてたよね。はい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 、はい。要するに俺は二人いないから、生放送でタイムラグとかが怖いから、とりあえずここまでの分は取ってあると。あ、なるほどなるほどなるほど。お前何聞くつもり？まずはやっぱ。こいつ本気でテンパってる。いや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 。本気でテンパってる。何何？いやだからまあ、そういう、なんつうのかな、どういう、これあんま面白くない人だね。すごい、こういう時面白くない人だね。さっき中根かずみちゃんの今のテープ聞いてたニヤ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 ずっとしてたよね。もうしかももうもうマジっすか。かすみちゃんずっと股間を描いてましたよ。いやちょっとちょっとちょっと。なんで、ね、なんで、聞こえてるんですかこれ。何が？聞こえてるんですか。当たり前じゃんか。ああ、なんだなんだ。かゆい。どうも。かゆいの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 かゆいです。一回 CM を挟んでから、はいはいはい、ちょっと組み立てて、ちゃんと自分で組み立てて、フィーリングナイトの方が始まります。そうしようか、自己紹介しないとまずいよね。はいはいはい、はい、まだね。それいつものあれ、ダマーンてっちゃぶるなーみたいなやつ。まあまあそうですね、ちょっと最初の感じじゃないですか、うんうんうん、一番最初に喋るときで、でここで変にこう固くいっちゃうと、うん、ずっと固いままいっちゃうじゃないですか、うん、だから最初ちょっと砕けた感じ、慣れ慣れしくはしないですよ、その、あ、どうもこんにちはー。でも変な手の内今喋んない方がいいよ。あ、聞こえてるんですか。そりゃそうだよ、ながら待ってるから。あ、なんで聞いてる。 A さんだから。あ、いやいやいや、そういうなんか写真集持ってるって話をした方がいいね。はいはいはい、ちゃんと人物が金がない中買ったんだもんね。そうですよ。それで毎晩抜いてんだろ。抜いてるわけだ。何言ってんすか、バカじゃないの。何考えてんだ本当に。そんな、はあ、そんな量こんなくてもいい。そんなことしてませんよ。抜いてはいないよね。抜いてはっていうとなんかもう違うことしてんじゃねえか、楽しみ。何にもしてないで、ちゃんと見て。それでいい、それでいいって。なんだよ。それでいい、それでいいって。そうそうそう。やまりすごい切れ味。俺いいんだよ。別にこのまま俺喋り続けて。いやいや、そうですけど、変なこと言うことないじゃないですか。ね、その変な、その、ね。別に。まあまあ、言ってないですよ。そんなことは。何も言ったら山の背投げが気持ち悪いちょっとみたいな。生えてないの何言ってるんですか。生えてるじゃん。生えてねえよ、バカ。もうダメじゃん。何背投げとかもう何て言うかな。肩から生えてる。盛り上がったら仮に障子でも誘えるぐらいのことのあれしたところばっかりあるんじゃないの。違います違います。別に今日一緒に楽しい時間が過ごせればいいですよ、僕は。でも聞きたい、山。共、はい、演した感想はどうだった。え、共演、共演した感想どうだった？な、は？お前のトークだろ、フィーリングナイトの第1回目収録した結果、ええ、感想どうだった？あの仮装中根かすみちゃんとも。え？やったじゃん。やったじゃん。それオーディションだろ？本人と。忘れちゃったの？え、なん、は？ふざ、ん？なんちゅう待ってろ、な、ロボットの方かあれ。こういう時代が怖いな。本人とロボットが分かんなくなってくるんだ。ロボットが喋ってたの。それじゃあ早速、じゃあ山、ちょっと待った、フィーリングナイトお聞きくださいって言ってくるとテープが出るから言ってみて。なんでテープが出るんですか。言ってみて、言ってみろ。フィーリングナイトお聞きください。フィーリングナイトお聞きください。山崎ひろなりのフィーリングナイト。どうもこんばんは、アンタッチャブルの山崎ひろなりです。はじめまして、中根かすみです。オープニングがあまりにも面白くてすごいですね。なんかどうもね、今日は本当わざわざありがとうございます。とんでもないです、すごい嬉しいです。なんかこう、なんか中根さんって呼ぶのもあれじゃないですか、はい、だからペタジーニなんて呼んじゃってこれいいかな。もちろんそうやって呼ばれるの初めてなんで、すごい新鮮です。やっぱり。はい、じゃあ私、山崎さんのことなんて呼べばいいですか。ペタジーニ。山崎さんのこともペタジーニで。うっさぴょーん。私、嘘をついておりました。今のは聞かなかったことにしてください。わかりました。質問タイム。
さあ、ここでね、かすみちゃんに質問なんです。はい。あなたは、うん、友達に自分の家を燃やされたことありますか？ありませんけど、でも姉に燃やされそうになったことはありました。ん？あの夏にこう蚊取り線香って炊くじゃないですか。うん。であの電気のやつじゃなくてこう火でつける蚊取り線香、はい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 、を枕元っていうかあの近くにベッドの近くに置いてたんですね、うん、で私寝相が悪くて暑かったから布団バーンってこうのけた時にその蚊取り線香の上に落ちちゃってすごいなんかそれが燃えてたのも気づかずに寝てて、うちのお父さんがなんか私の部屋から煙が出てるのを発見して火を消してくれたっていう、そのそういうことありました。わざとじゃないんだけど燃えそうになったことはありました。突然ですが、はい、僕の考えたギャグを披露しちゃいます。本当突然ですね。はい、どうぞ。かすみちゃん聞いて。聞いてます。ゲッツ。あー、ま、本当にゲッツ、曜日のやつですよね。ゲッツ、ゲッツ。どうやろ。え、どうよって言われても、え、ゲッツ、うっそ、ぴょーん、また嘘ついた。羽ポーズ、はい、ぴょんぴょんぴょん、羽ポーズ、羽ポーズが嘘ついた、こら。山崎さん嘘つきですね。うん。それだけですか。ごめんなさい、まあ僕もちょっと悪いかな。いや悪くないです、すごい面白いです。なんか盛り下がっちゃいましたね。いえ、そんなこと言わないでくださいよ。すいません、急に変なこと言っちゃって。よーし、退屈しのぎに歌でも歌うか。はい。コツコツとアスファルトに刻む足音を踏みしめる扉、俺は俺であり続けたい、そうありがとう。笑う幸せのトンボ用の声、お前はどこへ飛んでゆく。すごい気持ちよさそうですね。盛り上がってるかい。盛り上がってるよ。イエーイ。盛り上がってるかい。盛り上がってるかい。盛り上がってるよ。万歳、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 万歳。じゃあね、はい、次の質問いっちゃおうかな。はい。かすみちゃんはお休みの日は何をしていますか？お休みの日はあのゆっくり寝ますね。目覚まし時計。ストップストップ。はい。これでも食らえ。なんですか、すっごいイヤホンから雑音が聞こえてきたんですけど。一回しか言いませんから、はい、よく聞いてくださいよ。はい。今我々の住む緑の星、地球が大ピンチなんです、はい、悪魔超人が発射した毒電波が太陽を黒太陽に変えてしまうんです。そんな時にそんなどうでもいいことをグダグダ言っている場合じゃないでしょうが。すいません。うわー、電波が、電波が、電波が来た、電波が。山崎弘成のウィーリングナイト。え、もしもし、終わりですか？もしもし？ごめん、あいつダメだわ。ダメダメ。あの言っといた。もうあの二度と俺の前に姿を現せんなって話をしてたから。ごめんね。とんでもないです。すごい面白いですよ。でも引きつってるよね。引きつってないです。どっち、笑いっぱなしだったんですけど。なんかテンパっちゃったみたいだね。ああいうとこあんだよね、あいつね。
共演おめでとう。立った時はテンパったのよ。すごい。いやいやいや、何が全然かいかった。ちょっとみんなも黙って、ちょっと黙って。ラジオなのに。ラジオだけど黙って。もうスタッフの人もちょっと黙って。黙る。はい、何。僕全然記憶ないんですよ。ん？何が？こんなこと。あ、夢心地だ。いやいや、違う。ただお前ひどいぞ、いくらなんでも。人が喋ってる時退屈だから歌うってお前の責任だろ。いや、だからちょっと待って。それを、あと、中根かすみちゃんをベタジーに扱うんだよ。意味わかんない。言うわけないでしょ。なんで中根かすみちゃんをベタジーにって呼びたいんですか、俺。しかも、山崎さんのことを何て呼んだらいいんですかって言ったら、こいつ何て答えだっけ。ペタジーニ。わかんねえじゃん、ペタジーニとペタジーニで呼び合って。お前何、日本をペタジーニにしたいわけ。これ違うじゃないですか。これなんでこれ、それがもう、なんかこう、どうなってるかわかんないな、その。全部お前言った覚えあるでしょ、言った覚えはありますよ。あるでしょ。ただそれは、うん、あの、ヒーローものの、うん、ね、オーディションだって言って、うん、言わされたセリフと。そういう嘘を言った。と、いやいや、ほら。嘘を、あ、いや、あじゃない。口に、チャック。バカにしてんすか本当に。いやいや、口にジャックって。いやじゃないですよ。違うんですよ、うん、え、それをちょっとですね、かすみちゃんはどういうことになってるのかわかんないです。俺それは今からご説明申し上げましょう、はい、これが未来のラジオなんです、はい、山崎はこの時間は家で寝てたはずなんです、はい、家であなたは寝てた時間なんです実は。はい、だってこのかすみちゃんとお話僕がしたのはいつでしたっけ、あれ、ね、金曜だか土曜だかですよ、に お話してるんですよ、うんうん、はいはい、で、その時間あなた寝てるはずなんですよ。グーピーグーピーってことグーピーでしょ、はい、グーピーゴールドバーグの方でしょ。グーピーゴールドバーグ。ディズニーラブソングでしょ。4でしょ。もういいよ、4でいいよ。それより教えてください。はい。その間に活躍したのがこちらにある数々の機械。うん、ロボット山崎、メカ山崎です。お、例えばですね、はい、このボタンが全部でですね、実に恐ろしいことに111のボタンがあるんですけれども、はい、どうも、こんばんは。アンタッチャブルの山崎ひろらいです。これ全部出るようになってるんですよ。だから、かすみちゃんは本当に隣のスタジオに山のこといると思ってるから大丈夫です。だからまずいんですって。うん、何？あー、それ？え、本当に会いたかったの？会いてーよ。あー、ごめん。なんだこれ。聞いてなかったわ。ちょっと待ってください。何が？俺誰に言って、誰が返してきたんですか？聞いてる人はややこしいね。ロボット本人が話してるから。そうそう、え、ちょっと待ってください。本当に？何？え、その、そういうことをやってるっていうのを、もう、だってまず。本人は、すっごい首かしげながら帰ったね。うん。あの、マネージャーさん少し怒ってた。いや、ちょっと待って、もう、だから、うん、もう今なんか細かい間で、うんうん、俺すごい嘘つかれてるから、うんうんうん、何が何だか分かんないです。まず、僕は最初にね、うんうん、今から中根かすみちゃんと喋れるからって言って、うんうん、いろいろね、自己紹介して写真とかメモってるわけですよ、こんな恥ずかしいことを。そこに組み立てプランあったね。ちょっとありますよね、うん。で、それがまず今いないわけですよね、まず。いないいない。それが嘘ですよね。いないいない。で、さらに、中根かすみちゃんと喋ってるのは、その、ロボット。節々を取られた、うん、僕、メカ山崎。メカ山崎。で、それを、かすみちゃんは、うんうんうん、本当の僕だと思って聞いてるってことですか？そう。アウトだー。じゃあこれどういう、こういうこと？スリーアウトだよ、もう。メカ山崎に聞いてみんね。メカ山崎、今のことをまとめるとどういうことになるの？またまた、うっそぴょーん。うそぴょーんじゃない。ぴょんぴょん。はね坊主。むかつくわ。むかつくわ。うっそぴょーん。うるせえよ。ぴょんぴょんぴょん。はね坊主。はい、ぴょんぴょんぴょん、はね坊主、はね坊主が嘘ついた。なんだこれ。怒ってるね、はね坊主。これは別にしかもね、あ、ちょっとリスナーありがとうって言って、リスナーありがとうって。え、リスナーありがとうございます。ね、これはね、一個一個みんなリスナーの皆さんが考えてくれたやつだよね。だから、これから仮想中根かすみちゃんのオーディションを取りますっていう時には、うん、そのリスナーのやつをうまく並べた、嘘の台本あなたはされてるの。はあ、なるほど。で、ほとんどがリスナーが作ってる中で、唯一、うーそぴょーん、ぴょんぴょんぴょん、はね坊主。このはね坊主だけは君のアドリブだからね。はい、このアドリブ、バカじゃねえのと思いながら聞いたけど、本当お前がこれ歌い出すときに、俺はあそこでバカって言おうとしたんだけど、美味しいからこれ、俺の声が乗っちゃダメだと思って、すっごい静かにしたんで。すげえ恥ずかしいよ。盛り上がってるかーい。だからすげえムカつくんですよ。なんか、すげえ自分の声がこんなにムカつくことない。ん？すげえムカつくんですよ。ストップ。いやだから、かすみちゃんの時も言ってたでしょ、こいつ。言ってた。
いやだから、うん、すごい失礼なやつになってるじゃないですか。なってるじゃん、すごい。で意味不明なやつになってるじゃないですか。かすみちゃんね、すっげえいい子だったよね。でもな、いや、ね、あんな絡みづけないやつに対して普通黙っちゃうじゃんか、一生懸命話してて、いやそうですよ、聞いて盛り上がってるぞーとか言ってくれてたじゃないですか。いや優しい、お前が地球がピンチだとかわけわかんない薄気味悪いこと話してる時にごめんなさいって言ったからね彼女一回ね、お前が謝れよ、ひどいやつだなお前は。ひどいやつじゃないでしょ、あの人たちでしょうよ。はぁ、こいつムカつく。俺すごかったって、一個ずつちゃんとこうやって落ちて全部。俺がびっくりしたのは、家燃やされたことがあるって言った時にないって言うと思ったの、うん、ないって言うと思うから嘘ぴょんを用意してたらないんですけど、けどと思ってリアルタイムで押すんだから大変な。ちょっと俺のことも褒めて。いや褒められるわけないでしょ。何が？だってすごい中根かすみちゃんには、うん、アンタッチャブル山崎っていうのは、うん、もう意味不明なやつだと、うんうん、どうよ、どうよじゃない俺今のも問題すぎありましたからねしかも、うん、ダンディサウロさんの逆パいやだからそれパクってたし俺なんか興奮してる。ちょっとサーモンパクがおかしいんだな。違う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 、温度調節をしてもらう。じゃあ温度調節 CM 行こう。パクってない俺は。どうしたの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 。いや何すか。どうしたのどうしたのどうしたの。だムカつくんですよすごい。機嫌が 悪すぎそうだ。悪すぎ。いや悪いに決まってんでしょうよ。ごめんなさい、まあ僕もちょっと悪いかないやちょっとどこじゃねえっつんだよ。あ目が回ってきたら俺に怒んなよ。いやだからもうなんか複雑で山崎もう分かんないな。自分の声で喋って自分の声で帰ってくるんだもん。しかもムカつく自分がムカつく自分が帰ってくるんだよねすげえやだこれ。これでもはっきり言って、うん、その中根かすみちゃんとか何にも聞かされてないから、はいはい、自分本当に山崎あったと思ってるよね。いやだからこそ困ってるんですこっちは。ダショーダショーじゃねえよあームカつく。頭の厚子風にでも言ってんのは俺だもんな。言ってんだよね最後ね。あのね彼女はずっとフォローしてくれて本当楽しかったですよって言ってくれた。だけどマネージャーさんがかなり怒ってたな。いやだからマネージャーさんにも言ってないよ、うん、言ってないんだよね。だよねなぴょんぴょん跳ね坊主山やかましいと。これも撮っといて次。いやいやもう今もう今もう今これだどうだちょっとこれ OK サインだし。山がこうやって出るたびにバージョンアップしていくわけよ。あいろんなありとあらゆる反応ができるようになっていくから。いやそうですけど反応がおかしいじゃないですか。憧れの寝てられる生活よ、うん、そうだよ。だってほら土曜日寝てたのに仕事はこれしてるわけだから、うん、まあまあそういうことにはなってますね。確かに事務所にはちゃんと話 してないから俺がもう勝手にお前を出すことができるわけ。ああいいね。でいてちゃんと話をしてないラジオの上の方の人には山にギャラが発生したって俺にバンバン金が入ってくる。だから大問題です。柴田も2万円ぐらいやるよこれが機能するような。あ助かるな。僕はお前仕事してないのなんでかな。してないのにってしてる。仕事してないだろ。しかもすげえどこ行ってもイメージ悪いでしょ俺、まあ、あいつと話になんねんつって。あるな。そうでしょ。あいつと絡むのはやべえって。退屈だからトンボ歌うバカどこにいるんですか。すげえんですか。あいつはちょっと歌わせてくれって。ほぼフルコーラス歌ってんだよね。そうですよ。これあ中根かすみちゃんがこうもっとトンボ聞いたら唖然とすると思ったから、こういうのを用意したんだよね。だからどうよ俺のトンボは。こういうのも。そんな落ち着きがましいトンボないでしょって。あの子いい人すぎたなぁ。すごいいい人すぎて逆にね。普通絶句しますもんね。普通絶句だよな。だってこれでも始まったんだよ。これでも食らえ。これもね、頑張って喋ってたよ。いや、だからその、かすみちゃんの評価すごいじゃないですか。僕の中でも、おうおうあ、すごい子だなと思って、うんおうおう、その子にすごい悪く思われてるっていうのがすごい嫌なんですよ。でも俺はその後のトークですっごいよく思われてるよ。いや、もう今話になんないな。あんたのことは話してないっつうのよ。俺だっつうの。俺はもうかすみちゃんの心を
ゲッツ。お前らもうやだ、もうこれちょっと消してこれ消してって、最低だよ。これ戦闘員 A のセリフだよね。そうですよ、戦闘員 A のセリフ。戦闘員 A がボスが機嫌悪いから僕のギャグ見てくださいって言ってやるやつでしょ。覚えちゃってるよ。すげえ。しかもさ、ダンディ君もショックなのはダンディ君もうろ覚えなんだね。だからゲッツだったに、あー知ってるみたいになっちゃってたから。そうですよ。でダンディ君の評判も少し下がってる。誰の評判も上がってないんですゲッツにおいて。そんなことあるわけないだろ。一つだけあるよ、評判上がってるのが。俺の評判はすごい上がったんだよ。だからほんと話になんねえな、この人。この後のジャイさん、ちょっともうテープ切ってくれる？なんすか？俺とトークすごい弾んじゃったんで、かずみさん、いやいやいや、もうちょっとやめてもらって。最初の仕事でやっぱ緊張した？すっごい緊張しましたね。初グラビアとかあるでしょ？はい、ありました。え、その時はどんな感じだったの？初グラビア、まずもうカメラを見れなくて。うんうんうん。もう赤面しっぱなし、うん、笑えないし、うん、ってそういう状態でしたね。緊張しちゃって泣いちゃったりとか、そんな感じでした。それなら可愛いけど、ゲストお前で慢性慢性はねえだろうって話。緊張するにも程がありますよね。なんか日頃山崎はもうすごい中根かずみちゃんの話をよくしてて嬉しいです。で、あの写真集あるじゃないですか、一応、はい、今日持ってきてはいるんですけども、はい、写真集のこの写真集の中に割とこう切ない表情をしてるページがあって、俺山崎に見せられながら話されたんだけど、この写真集ですか？どこだっけな、なんかね、これだ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 、ちょっと切ない表情をしてる感じのページがあるでしょ。、はい、ね、これは俺のことを考えてるって言ってはばからない男ですから。やばいです、会わない方がいいです。いや、もうそうやって想像してもらうのすごい嬉しいですよ。山崎のこと忘れてほしいんですけど、もうほんとね、どっちかと俺のことをよく覚えてほしいっていう感じなんですけど、これが今一番新しい写真集？はい、最新写真集で、4月3日に発売された、中根かすみシルブプレっていう写真集なんですけど、うん、今までの写真集とは違って、ちょっとファッションを取り入れた、作品集みたいな感じなんですよ。なんか、あれなんだよね、はい、俺グラビアアイドルって言葉だけ聞いちゃうと、あの水着ばっかりのイメージやっぱちょっとあるんだけど、全然そういうことじゃないのね。そうなんです。なんかこう帽子かぶってみたりとか、うん、60年代70年代系のファッションしてみたりとか、うん、でもあのファッションファッションしすぎるとあれなので、グラビアのテイストはちょっと残してあるんですけど、新しいことにチャレンジしてみたので、ぜひ女性の方にも見てほしいなっていう写真集です。でこれあの山崎の、あの、はい、シルブプレをあの借りてきたんですけど。本当ですか？山崎さん本当に持ってくださってたんですか？なのよ、金もないのにね。嬉しい。すっごいこれ申し訳ないお願いなのに、一つ本当に申し訳ないお願いで、はい、ここにあのサインと、はい、伊集院さんへっていうのを入れてもらえないかな。俺もらうからこれ、はい、山崎さんのやつですよね。うん、ほら山崎はやっぱほらさ、あの今日のことでもう多分ね、あのかすみちゃんのこう、ことは、なんつうかな、語らせたくないから。そんなこれでちょっとサインをドンとお願いします。じゃあ分かりました、はい、じゃあこれ山崎のなんで、かすみちゃんもそれはせっかくねファンでいてくれる人だし、はい、これからは業界人というよりも一ファンにまたなるわけだから山崎も。じゃあここに山崎さんやでサインをもらえますか。はい、わかりました。あ、いい思い出になってないと思うな、これで。よかったよかった。やっぱり失敗してね、もうチャンスはノーチャンスになったけど。わざわざ買ってもらってめちゃめちゃ嬉しいです。出た。かすみ。かにかすみ。山崎。ザキさん。さん、あ、喜ぶあいつ、思い出になる、これすごい。な。お。ございました。きた、ありがとうございました。はい、できました。まで書いてもらいましたからね、ありがとう。嬉しいです。こちらこそありがとうございます。 あの中に付録が、うん、付録があのそうそうそうたくさんついてあって、うん、マウスパッドとかでと、あとは携帯の、うん、携帯用クリーナー、今よくあるあの、あ、電話するとちょっと画面が油っぽくなるじゃないですか、はい、うん、俺すげえなるよ。びっくりですよ、これ水の中落としたのっていうぐらい油っぽくなるけど、なこれもしかして健康エコナで炒めたのっていうぐらい油つきますけど。あ、これそうなんだ。そうなんです、あの
携帯ストラップとしてクリーナーなんで消してください。あとはポスターなんかもついてます。あと写真も貸したね。あ、そうなんですよ、生写真みたいなものもついて、プラスこれと並行して DVD も発売されてますので、うん、両方合わせて見てほしいです。もう何冊ぐらい出してるの？写真集自体そんなに出してなくて、うん、4冊目。もうあんまりこう撮ってても4冊目です。その一番最初のグラビアの時に比べたら全然リラックスしとれる、はい、そうですね、赤面するまではやっぱりないですけど、でもやっぱり緊張感はありますよね。あとあっちの話、あの映画、映画、あ、映画5月10日公開でですね、うんうん、ガンクレイジーエピソード3、うん、反逆者のラプソディっていう、ちょっと題名長いんですけど、いや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 、あの火曜サスペンスに比べればねそんな長くないですからね。ガンクレイジーエピソード3、はい、え、何ガンクレイジーっていわゆるその何打つ役なの？そうなんです、ガンアクション、ガンプラスアクションが一緒になった映画で、はい、ガンガン打ちまくってます。ガンアクションをやる方なの？初めて体験させてもらったんです。事件に巻き込まれる被害者とかの感じじゃん。そうですよね、普段のイメージだったらそうなんですけど、うん、今回はいつもとはちょっと違って、うん、若手女キャリア刑事で、うん、銃のさばきがすごい上手いっていう役で。大変じゃん、練習とか。そうなんですよ、2ヶ月間ぐらいスタントの先生に教えてもらって、うんうん、アクション練習、うん、盾とかこうえいとかいうやつとか練習して。5月10日土曜日公開、はい、映画ガンクレイジーエピソード3。じゃあほんそれこそ写真集とは対極的な中根かすみな。全然笑ってる表情なんて全然ないし、すっごい鋭い強い感じの役なんで、想像つかないな。だから声もちょっと高めだし、うん、なんかこう甘くならないように、うん、声もちょっと変えたつもりだったんですけど、実際見たらそんな変わってなくて。いやでも鋭い表情とかも全面出して頑張りましたんで、はい、ぜひぜひぜひ見に来てください。ぜひあの公開またさらに近づいたら、あの一度本物の銃を持って山崎を撃ちに来てください。捕まっちゃうじゃないですか、そんなこと。捕まっちゃいますねそれはね。ということで今日の特別ゲスト中根かすみさん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。可愛い子だよね、本当に。いい子だわ。でね、俺もね、あんなひどいパーソナリティとやった後だから、前半と後半で全然なんかこうトーンが違くてさ、前半緊張してたんだけど、はい、すっげえ後半は盛り上がって、よかったよ、ありがとう。よかったじゃないですか。ただ、俺はフォローはする男よ。お前の写真集借りたじゃん。そうですよね。あれ、サインを入れてもらったんだよ。そうなんです、ね、最初伊集院さんへって言ったら悪いって言うんだよね、うん、それ当たり前ですよね。そうなんだ、当たり前ですよ。びっくり、なんで悪いってなんでおかしなこと言うんだろうみたいな感じになってますけど、あはは、当たり前です。それもう機嫌直せよ。あ、はいはい、まあまあそれはね、確かにありがとうございます。まあお前の偏屈な、お前の頃だから、俺のことを恨んでるお前の頃だから、はい、この写真集にこんだけの山崎さんへっていうサインを書いてもらっても、はい、なんか元通り消して返せって言うかもしんないから消そっか、いやいやいや、何言ってんですか、何言ってんですか。ありがとうございます、お借りしてありがとう、はい、ありがとうございます。見ちゃえば見ちゃえばサインを、ほら読んじゃえば読んじゃえば、んなんだ、んジーンズメイトの山崎さんへ、うん、んやった、サインもらった、サインもらったらもうジーンズメイトの仲間がもうみんなすげえ。ありがとうございます。就職時だってんじゃん、すげえジーメ仲間、もう絶対嘘だって言うじゃん、ジーメ仲間は絶対。ちょっと待ってください、もらってねって言うと何が、そういうことじゃん、 なんでジーンズメイトの何、え、誰だと思ってんすか。あの要するに言ったんだ、チームメイトに今度就職することになったからって言うんだよ、お笑いの思い出にって言うんだよ。いや、いいなじゃない、お前一番欲しい、就職先いいな、いや、いいなじゃない、わり、ジーパンでっかいなったら取っといて、いや、取っといてじゃん、大手俺ジーンズメイト働かないですよ。おい、じゃあそれじゃあ中根かすみちゃんに嘘つくんじゃねえかよ、お前よ。いや、そんな以前の問題でしょうよ。何が嘘つくことになるじゃないかよ。歌聞かせてて、喋ってたらスタップスタップスタップとか言っちゃうんですから、言ってる。そんなもん今始まったことじゃないですよ、嘘つくなんて。なんで余計なことしちゃうかな。そう、帰り際に止めて言ったんだよね。あの彼なんだけど、本当は実は今日で最後でジーンズメイトの店員さんになるからっつったら、じゃあって言って帰ってくれた。いや、じゃあもうすごい本当のファン
ただのファン。もうこうなったらお前ジーンズメイトで働くか、アンタッチャブルってグループを一旦解散してジーンズメイトっていうグループ。いやその代わりオンエアバトル出られないぜ。商品名店名入ってるから出られない。それは絶対ジーンズメイトから訴えられるみたいな。都営12号線っていうコンビがいたんですから昔。あ、それで言われたんだ。そうですよ、変えてんですよ。変えてんだ。ビックちょっとな。いやまあだからこれだけお願いする。じゃあそのね、もしかして俺が悪かったんだったら、はい、謝って済むんだ。じゃあ謝ろうか。いや、謝る人の態度じゃないですよね、どう考えても。ごめんなさい。レレレのおじさんみたいなイントネーションだもん。でも、どうでかけですか。俺とね、柴田とスタッフ全員と、さらには聞いてるリスナーみんなで一丸となって作ったこのシステムだけは褒めてよ。いや、その、まあまあ、それはすごいと思いますよ。だって、そうでしょ、これ。もういないのに、喋ってるようにできるっていうのは。しかも、これだったらもしかしたら亡くなった人とかの声とかもできるわけですよ。そうですね。そういった復活する番組ではできるわけですよ。はい。だからね、第一実験、大成功です、僕の中では。ああ、そうだ。要するに、録音だったの、最初録音でしたから、録音でしたから、すごい不安でも、まあ、後でなんとかなるだろうと思ったんですけど、結構できんじゃん、俺、生でもいけるって気がしてきて。さらには山もっといっぱいいろんなこと喋ってる覚えてる？そのドラマのセリフとかすごい数喋ってるよ。いや相当撮りましたもんだって。でしょ？はい。あのね、そういうの使わないともったいないから、今から生でもやるわ。あ、いいんじゃないですか？うん。実際ね、録音じゃなくて生で体験できるってすごいよ。俺の腕見て。あ、行こう。今からこのスタジオの電話で、マネージャー何さんとか偉い人、今度社長候補。あ、今副社長になりました。はい、玉川大さん。はい。大さんのところに電話かけて、ええ、電話かけて出たら、あとはロボ山崎で、俺が全部、大さんにお前気に入られるようにやってやる。あ、やったよ、やったよ。お前口下手だろ、口下手だろ。その代わりメカ山崎を俺が操れば、もうアンタッチャブルの株急上昇だから。やったよ、これいいよ。ほんで、これみんなくれぐれも言ったけど、スタッフ、こんだけのものをリスナー一丸となって作った。うん、ね、俺も絶対頑張ってミスタッチをしないようにする。うん、万が一ミスタッチをした場合は、はい、山が大変なことになるからね。そうですよ。ほんとこれ気をつけてくださいね。僕らまで来ますから、ほんと。あれ。あ、これ、ディレクターの柳沢くん。このセリフは絶対押さないようにしたいっつったのに、なんで右手の人差し指のところにあるの、これ。ちょっと待って、一番押しやすいところだよ。なんすか？ねえ、これ。なんちゅうセリフですか？ん？なんちゅうセリフですか？もうやめてやれよ！これはやばいよ、これは！ちょっと柳沢さん。出た場合に。伊集院さん、それ気をつけてくださいね、そのボタン。これ絶対押さないんですよ。すごい勢いを感じるんですよ。うんうん。ただ僕だけなのかもしれないですけど、成功する匂いが一つもしないんですよ。大丈夫だよ。お前よ、見ない。信じないの？信じないの？僕の嗅覚が欲しいのかな。お前、伊集院さんも来て、未来も来てたからね、それ。いやそうなんだ。すごいなと思うんですよ。だってその代わり、じゃあこうするよ。あれ電話繋がるじゃんか。何の話とかして、すごい大ピンチになったらするじゃんか。それやばいよってなった場合には、山が、すいません、今のラジオなんですって言っていいよ。ああ、ダメなんだ、そっか。その時はこっちの声は絶対聞こえないようになってるんだ、これ。ただ一方的に、じゃあとりあえず電話だけ繋いでみよう。ちょっと待った。ね、いや、かけまーす。とりあえずで挑戦するようなことじゃない、ね。プツって繋がったところで、もうすでにこっちのマイクが切れんでる、同時に。だからラジオの方が聞ける声は、もう、メカ山崎とマネージャーさんの声だけってことか。ちょっとほんとマネージャー夜中の電話を待って。もしもし。はいはい。山崎です。あ、お疲れ様です。こんな時間にすいません。うん、まあ、なんだ。あ、2時過ぎて。どうしたの？実はですね、今日は大事なお願いがありまして。うん。何？ですね、またお金を貸してほしいんです。また？てか、なんでこんな時間にも電話してきてんの？イエーイ！イエーイじゃなくてさ。お願いします！100万円貸してください！お願いしますよ、もうこの通りですから、お願いします！っていうか、だってこんなこと電話でも話すことじゃねえじゃん。寝ぼけてんじゃねえぞ、このドキンタマ野郎！あ？俺たちは働いても、ちっとも楽になんねえ。いや、だから何言ってか分かんねえけどさ。黙って聞けっつってんだよ。いや、お前が切れる意味分かんねえ、こっちは。お前はブス女のことばっかで、こっちのことなんか少しも考えない。いや、こっち
のこともへったくれもねえだろ。お前の言ってることはわけわかんないじゃん。これでも食らえ。てか何お前酔ってんのこれ。何黙って聞けっつってんだよ。いや黙って聞けもないだろお前。頑張れ頑張れ俺、頑張れ頑張れ俺。うわあ電波が電波が電波が。うん、よしなんだうまくいった。やばいちょっとなんか変なの押した。違う、何もうこれなんだこれ。本当にお前騒ぐなよ、向こうの声が聞こえないんだよ。騒ぐなよじゃない。オンエアには乗ってないからみんなには分かんない。やばい違う、こいつが目の前でやめろとか変なこと言うんですよ。変なこと俺間違って変なの押しちゃったのにさ。何よ、大きい声出すんだよ。ああ最初の感じすっごいうまくいったのに言いたくもねえさ。もうなんかっていうかあんなブルーな玉川さん初めて聞いた。俺さ分かんないけどもしかしたら怒ってるかもしんねえよ。お前なんてシャレになってねえだろお前。どうすんだよ怒ってる。シャレになってない。ほんとにちょっと一回だからほら伊集院さんからほら何がうっそぴょ、うっそぴょじゃねえ。あれ押してもらう。違う伊集院さんから電話して実はみたいな。じゃ最後お前がせかすから間違っちゃって。いや最後じゃない、もう途中から間違って途中で嘘ぴょんを入れた上に俺は23番押したかったのにお前が間違ってなんかガーって言うから間違って。何ですか23番って。これだよ。お兄さんって呼んでいいですかね。あーいや全部うまくいかない。いかない。それで すんごい和んできたところで。いや和んでないでしょ。和むって絶対和んでない。だってほやもうやばい。ほんとに切れてんじゃん。お兄さんに対してかと思ったところで雰囲気良くなってきて、とにかく踊ろうよ。いや楽しい。ワンツーもう向こうにワンツーワンツーってやるわけないでしょ。ただ一個だけミス発見。はすっごいミス1個だけ発見。いや1個だけ発見でも意味わかんない。これはリスナーのみんなもすごく反省してください。はい、あの、ね、電話を切るタイミングが50番しかないんですよ。このうわー電波がこれ以外ないんですよ。失礼しましたとかおやすみなさいとか入れてないんだよね。切るタイミングがね。いや切るタイミングでこんな切羽詰まる言い方しないでしょ。電波上がるって。おやすみなさい、今ちょっと取らしておいてよ。ちょっとおやすみなさい。お前もしゃれになってるわけで。いや大丈夫、知らないぞ。本当にマジ切れじゃないですか。本当にマジ切れ。ほらだからちょっと待って、本当にこんなの今もうパパパって横のね社長とかね、お前ちょっと聞いてくださいよみたいな話になってたら、シャレになんないですから。人力車っていう会社はお笑いの事務だ、はい、ちょっとぐらいのシャレのことは通用するけど、ただ銭金のことはうるせえよ、だから言っちゃってんだよね、100万円貸してくれって。それでは曲の方一曲いきましょうかね。なんで曲いくかな。一郎さんで俺はグレートマジンガーダッシュダッシュ。曲の間にですね、すごく僕的にもブルーなこと聞かされたんですけども、副社長のお家にはお子さんがいるから、はい、夜の電話はみんなすごく慎んでるっていうことと、はい、そんなに切れてない風なのかなと思ったのは、子供がいるから大きい声は出さないらしいですね。よし、おめえ返上、おめえ返上で行こう。もう一件かけて、もう一件かけて。待って。いや、でもね、おめえ返上してもらった方がいい。返上した方がいいって、これ。絶対これ。さっきも信じて選んでやってんだろよ。やった方がいいよ。俺にマイナスのまま番組終わらせんなよ。静かにしてミスタッチ出るから。よし。もしもし、はい、もしもし、はい、もしもし、ゲッツ、耳の穴かっぽじってよーく聞きやがれ。俺の名前は山崎だ。何だよ、どうしたの。なんか面白いこと言ってみて。何言ってんの。なんか面白いこと言ってみて。シナゴの言わずに面白いこと言えよ。何飲んでんのかお前。おいこら、このゴリラ人間ハーフアンドハーフ。俺やっぱでもなお前、なんだお前、なんて言うの。いいこと教えてやるよ。お前の別れた神さんな、今俺の愛人なんだよ。
やばい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 、ブッチャさん、ブッチャさん起きた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 、起きんな、じゃあ起きんねじゃない、ほんとやばいっすって。ブッチャさんってすごい、やっぱり芸人だから舞台上がるとすごいテンション高いじゃんか、セーブしてる時はすごい、あれ柴田君も引きずって、あんまりね、分かるだろ分かるだろ、なあ、あの人やばいって、俺の前ではテレビの時すっげえ優しいって。副社長まではあれなんですけどね、ちょっとやばいな、ね、山崎もしかしたらね、ブッチャさん怒ってるかもしんない万が一お前本当に勘の鈍い男だな、やばいな、確実に切れてるに決まってるじゃん、あんなマジで途中やばいって本当に思ったんだけど、いやいやだから本当に思ったら、俺もやばいと思ったんだけど、見たらねえんだよほとんど使えるやつが。だってあとはうるさーいとかこんなの、あーごめん聞いてなかったわことがこれでしょ、聞いてなかったわって、ほとんど自分ぶっちゃしゃべってないのに、マジでこんなばっかだもん、いやいや嘘だって、どう考えてもないんだよ、このゴリラ人間ハーフアンドハーフなんで、あの人のためにあるようなセリフだって、あの人のためにオーディションの時に作ってお前に言わせてる、だからそうじゃん、なんで気づかないのそれは俺の頭のいいところなのね、要するに、今回来てないのに熊本キリンの桐畑が他の敵役で出るかもしれないって話をしてるから、そうそうそう、ゴリラ人間ハーフアンドハーフ、ああ、ブッチャーさんもけど、しかも離婚でピリピリね、離婚の話でピリピリするじゃないですか。渡辺君、今、厚生の渡辺君が横にいるんだけど、今、電話のリダイヤルボタンを押すみたいな話になってる。いや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 、これはおかしいんじゃないの、これは。フォローしといた方がいい。フォローしといた方がいい。ちょっと絶対、絶対謝った方がいい。謝った方がいい。お前、本物の山崎が謝るから、間違って、電話つながったに、山崎のマイク切るのだけはやめてよ。いや、だから、それだけはやめて。それだけはやめてね。どうせ慢性慢性慢性何だ盛り上がってるかーい、いや、まあ、なんだよ、まだ、お前。突然ですが、僕らの考えたギャグを披露しちゃいまーす。なんだよ、お前、パッとか、お前。ゲッツ大丈夫、謝っといた、謝っといた。これでダンディさんのせいになったって、ダンディさんのせいになったら大丈夫だよ。ダンディ君だから怒られるのはこれで大丈夫じゃん。そんなバカじゃないって何が？なんで最後にゲッツって言ったらダンディさんなんすか？だ、ゲッツだって知ってん、だってダンディ君は自分の教え子だから、もう1から10まで声とかも。あ、そっか。ちょ、一回 CM 行こうか。もうやばい。ほんとしゃれんない。これしゃれんないって、ほんとに。新コーナー、試して罰点。CM にあると同時にですね、このスタジオからゲストのアンタッチャブルのお二人が一目散に外に出てしまいました。あの、やめてくれる、あのラジオ局ってところ、あの携帯電話というのはスタジオの近くでかけないように、あ、そういうとこじゃないのね、そういうとこじゃない感じなのね。はっきり言いますよ、試して罰点っていうのはミスをした人間に罰を与えることでどんどんみんな向上していこうってことですから、今回ね、はっきり言ってすっごいミスなんですよ。リスナーの皆さんがくれたハガキに基づいて入れたわけですよ。で、みんな言ったじゃん、山をイメージアップするためのハガキをくれっつったのに、みんなミスしてイメージダウンになるようなハガキをくれたせいですから、今日使われたやつ全員にね、罰としてカードを送りますから、はっきり言って。これはそう、今後こういう企画があるとき絶対ミスないようにしてもらわないといけないんで、それだけは分かっていただきたいということでございましてですね、試して罰点ですね、毎週10種類の罰ゲームを送ってもらいます。で、その中1個の罰ゲームを選びます。で、その罰ゲームは誰が食らうかっていうとですね、この番組のスタッフであり、僕のエースの僕を草野球のナインとして盛り下げてる、プロデューサー池田、ディレクター柳沢、構成渡辺、
それから、AD の長山、それから、さらにはアルバイト見習いの長野、この5人の中で、草野球、その週の草野球の成績、査定が一番低かった人間が、ドン罰ゲームということで。先週決まった罰ゲームがですね、ハニーティーっていう。ハニーティーですよ。ね。特攻野郎 A チームでおなじみのね、ハニーティーなんですよね。そういう意味じゃね。何の、こう、何を文字って言ってるのかもわからないと思いますけど、そんなことほっとけんんですよ、そんなことは。ね。もう今僕は怒りで、もう頭いっぱいですから。今週は全部で、火曜日と、それから土曜日2試合ありました。で、火曜日の試合の段階では、まあ、珍しく活躍しました。AD 柳沢君がプラス8ポイント。それからですね、守備固めで出たのにもかかわらず、エラーまではしないが危なっかしかった、AD 長山君がマイナス1ポイント。ね。それから、池田ディレクターが0ポイント。から顔が汚いっていう理由で、さして試合にも出ていない渡辺くんがマイナス2ポイント。それからですね、試合に来なかった。学校がありますんでっていうんで、試合に来なかったアルバイトみたいな長野くんがですね、すっごい迷ったんですよ。0ポイントにしようか、あいつが来ないってことは、チームによってはプラスだからプラス10なんじゃないかって迷ったんだよ。まあ一応0ポイント。問題はここまでは実はウェブ放送の方で、ホームページの方でご案内したんですよ。土曜日なんですよ。土曜日ひどかったですよ。まず、ディレクター柳沢、満塁のチャンスに2回打席が回ってきて、2度ともアウト。エラーが1つ。ね、それから、プロデューサー池田、なんでもない外野フライを大エラー。風はありましたけれども、風は別にあの時急に吹いたわけねえから、バカ、お前ちゃんと帽子の上に風見取り立ててさ、どっち向きとかそういうのやんだよ。たか、あ、マイナス20。あら、それからね、構成の渡辺、この野郎があんだけ注意したのにまた顔が汚ねえ。マイナス12ね。まあ、柳沢のあの凡退とエラーはマイナス30ね。それから、アルバイトみたいな長野来ちゃったんだよね。来ちゃった上に試合出して試合出してって言って、カドエスだからね、すいません僕代打で出れませんかね、4回言ったよね。マイナス45ポイントね。皆さん、これ誰が T シャツをハニーでベトベトにされてもおかしくない状況ですが、皆さんにとっての大ファインプレーは AD の、いや、長山くんです。AD の長山くん、外野手です。守備がうまいのでいつも重宝してます。ね。彼、9回の裏、ね、あ、7回の裏、試合終了の挨拶が終わったところで電話かかってきて、今起きました。これがマイナス2万6000ポイントを獲得いたしまして、 AD の長山さんの T シャツがハニーにつけられます。それでは AD の長山さん中入ってください。あれはひどかったわ。今私立ち上がってハニーダメの方にしてますけど、今、こちらのですね、大きな、バケツの方にはですね、ハニーの方がおよそ10リットル入っております。早く T シャツ脱いで脱いで脱いで、はい、T シャツを脱いで貧弱な体があらわになりました。さあ、この T シャツの方をですね、今こちらの、ハニーの方にしっとりとつけたいと思います。地味なわとか言うな、大きなリアクションをしろ。ハニーハニー、甘いハニー、甘いハニー、そしてその上の方から、大盤振る舞い、プーさん、お喜びのハニー、ドロドロ。これ下手したら、養生で営めるぐらいハニーがつきました。うーわ、来た。このさ、試してバズって何がきついかっつってもさ、音的には地味だからさ、ひどさがあんま伝わんねえけど、一つだけ言えることあるよ。普通の T シャツね。普通の T シャツ今ね、4キロぐらいあると思うので。すごい。なにこ、はい、なにそんなの風邪ひいちゃうって。早く来た方がいいよ。なんで上半身裸なの。すいません。来て来て。重い重い。重い重い。早く来ないと、早く来ないと。風邪ひいちゃうって、風邪ひいちゃうって。今、長山が。いいだ、開かないですけど。開かないじゃん。うわ、時計が、うわ。開かないじゃん。早く来ないと、来ないと。今、やっと、のことで開いた T シャツが、体にまとわり、なんかね、あのね、
あれ脱皮を逆回して見てみた。なんか両生類の脱皮を逆回転で見てるみたい。これを頭にかぶれるのは今両手が入りました。両手が入って頭がかぶって今できた。お前今生まれたのか。よくすげえ子馬みたいに立ってるよお前だね。今着心地は冷たいっす。長山くん、はい、一つ言っとくよ。何を AD がスタジオの中に入ってんだ。早く AD 業務所で。よいしょ。うわー気持ち悪い。すごいわ。まあ、このようにですね、普通のですね、会社勤めの人やですね、タレントではない人もできるような軽い感じの罰ゲームが毎週皆さんのアイデアで来ております。それじゃあですね、今週も罰ゲーム候補を読んでいきましょう。5個ぐらい入れ替えたいんだよね。まず一つがですね、いきましょうかね。東京都ペンネームペットボトルアタッカーさんからですね、罰ゲームタイトル。こんなの初めて。これですね、簡単です。アナルにですね、ちょこっとだけマッキーを入れてみるっていう。こんな初めてなんですか。もうエコーかけてください。こんなの初めてっていう。ね。で、そうですね。これだけですから、これ割と楽ですよね。他にはですね、アナル系、まあ多いんですけどね。ペンネーム仙台駅西口集合。罰ゲームタイトル。メドホットショット。メイドホットショット、これは罰ゲームを受ける人のアナルめがけて熱々ウォーターガンでシューティングゲームをやるっていうことなんですけれども、あのね、アナルっていうのはすごく敏感ですから、でも考えてみたらウォシュレットの中にからたまたま熱湯が出たと思えば、いや熱湯っつったってほら罰ゲームってリアクション大きく取るためだけのものだから、本当にネット入れたらじゃれなんで80度全然いてけんなよ。なんでそうやって、これは生かしです。これはもう今回入れます。構成の渡辺君が僕を蹴ったからもうこれは入れます。簡単なのはですね、地獄系を超えてペンネーム野田めぐみさんからですね、罰ゲームタイトル。鉄&友&俺。鉄&友&俺。ないよ。素人が。真剣にオリジナルのなんでだろうのネタを作り踊りながら歌う。うわーきついわ。まだ構成の渡辺なんかは面白いこと考える人だからまだいいけども、うわ俺なんか永山くんってすごい静かな子なんですよ。 AD の彼がもう悲壮感すると思いますよ。それもすっごい普通のこととか言うと思うんですよね。あのパクっちゃダメなんですよ。あのいわゆる既存の、その、何、長山くん動きが悪い。なんで？なんで動きが固まってるって。さっきから見てるとね、長山くんがさっきからその、なんていうの？そっちでやってる AD ワークの動きがすごく悪くなってるよ。寝不足が蜂蜜かた？どっちかだと思うけど、なんでだろう、きついわ。採用です。あとは、これはどうですかね。鼻出ちゃった。もろもしよくて。ペンネームドスター。罰ゲームタイトル。南くんの恋人。胸ポケットに美少女系のフィギュアを入れ、顔をちょっと見えるようにして一週間過ごす。恋人、強みですよ。強みちゃんですよ。惹かれた時とか大変、千代美が死んじゃうですよ。内田俊菊に対して、もう非難合合ですから。まあ、フィギュアは僕が選びますから。で、必ず、これじゃまだまだちょっと甘いじゃないですか。甘いですから、必ず、携帯が鳴った時には一回千代美を耳に当ててから、もうどうして携帯だみたいな出方してくださいね。採用ですね。この辺から行くと、あと簡単だなぁ。あのね、一個はね、本名 OK 森山健、罰ゲームタイトル、ムーンチャイルダー。ガクト主演の映画ムーンチャイルドを一人で見に行く。ガクトっぽいグラサンをかけてパンフレットも買ってくる。ほら、これだったら全然いいでしょ。全然いいじゃない。これ当てることでしょ。これ当てる、まあなんつうのかな。無駄な2時間なんてこと言うの。構成の渡辺くんこういう言い方ですよ、今。俺に今。今のはメカイ獣医が言ったことですから、これは何とも言えないですよね。
それからですね、まああと本名 OK 埼玉県姫野正弘、罰ゲームタイトル名二塁手剣山、現在発売中のプロ野球チップスでオリックスの大島光一カードが出るまで延々と買い続ける、これはねすごいのはトレーディングカードじゃないですから1袋に1個しかついてない、チップス1袋に1個ずつですから相当来週太ってると思いますよこれおそらく。でまたね大島地味ですから多分1枚しかカードないと思うんですよ。ベストナインとか入ってると2種類ぐらいありますから、とりあえずはこの辺りかな。今んとこ採用って僕が言ったのは南くんの恋人ね、それから鉄アンドトモアンド俺、それから、メドホットショットね、あこんなの初めてはちょっときついだろう、マッキー肛門入れるのは、マッキー太いもんね。じゃあこっちにするわ。ペンネーム、塩辛ポッキー、罰ゲームタイトル肛門は筆を選ばず、アナルに突っ込んだ筆で座右の銘を書くっていう、これなら大丈夫ですよ。細い筆もありますから。ただ書くとなるとマウントされる太さじゃないときついですから、あんまり細いやつはね、あれですよね、マウントできなくて字が下手な字ってな、三つ尾みたいになっちゃいますから確かあれですよね、プロデューサーの、池田プロデューサーの座右の銘がローマは一日にしてならずでしたっけ多分直腸がズタズタになると思いますけど、そういうやつはね、でいて確か構成の渡辺くんが一期一会だったよね。ちゃんと止めは止め、流しは流しでやってるから、いやこれ採用ですね。じゃああと一個、あこれで名二塁手健三あればいいのかどうする、名二塁手健三とこっちのペンネーム オーグレイと聞いてるかの、逃亡24時、24時間手錠をして過ごすっていう、これどっちかな。あ今仕事ができない、あ AD の柳沢くんがこれじゃ仕事ができないっていうから、それじゃあ、しょうがないんで名二塁手健三の方を残したいと思います。それじゃあこれにですね、先週候補から残したですね、まず立ったおちんちんをみんなに見せるカチンカチンチンを残しますね。それからですね、それから、ビキニをつけて日焼けサロンに行ってビキニラインをバッチリつけてくるビキニラインね。それから皮を剥いた山芋でケツバットをして一日ケツを洗わないで我慢する山芋ケツバット。それからですね、マキセリホのミラクルラブをカラオケで80点出るまで歌い続けるミラクル80。そして最後は、肛門からチョコエッグのカプセルを半分導入、ケツからプリッと出るところをみんなに見せる卵を産んじゃいましたっていうことで、特に構成の渡辺くんはひどい脱行を患ってますから、これはね、おそらくこんなもん押し込んで出した日にはね、おそらくクイーンエイリアンが卵を産んでくみたいな、なんか出てる先から卵出てるみたいになりますから、これだけは構成の渡辺くん絶対引かないでくださいよ。ね、これだけはほんと勘弁してくださいよ。さあ、今からですね、シャッフルさせていただきたいと思いまーす。てっ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 てー、でん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 、でん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 、でん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 。そういうのって曲で出さねえ、普通。さあ、それじゃあ行きましょう。上から何番目、何番、3番目、3番目でいいの、3番目決定でしょ、いいんですかプロデューサー、3番目ですか、行きますよ。まず一番上から山芋ケツバット、これはどうですかね中では。そして、2番目に行ったのが、南くんの恋人、これは意外楽だったんじゃないのね。まだカチンカチンチンが出てませんよ、カチンカチンチンが見ても出てません、カチンカチンチンチンをみんなに見せる、あのカチンカチンチンが。3番目に来たのはダーン、エコー希望メイドホットショットあ、スタジオで見れるやつだからこれすごいいいわ。高専の渡辺くんの場合はすごく肛門広がってますから、あそこのとこビビッて言ったら、いじゃん、なん、うわっていう感じにはなると思いますよね。もしかしたら甘ゆでした肉の匂いがする可能性はありますけども、まあこのケツメドホットショットね、みんなどうしたの、お前らが野球で活躍すればいいんだよ
そういうことでね、皆さんの方からですね、試して罰点、いろんな罰ゲームのも待ちとります。今日みたいにですね、ライト感覚のやつしてください。やるのは芸人さんじゃないですからね、一般のサラリーマンの方ですから、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院から深夜のバカ字から、試して罰点の係までお待ちしております。一押しの新コーナーゾーンですけれども、これは基本的にですね、もううまく説明できません、要するに日常生活の中でちょっとした瞬間にああ俺がってなる瞬間の変な気持ちになる、そ喜怒哀楽のどれにも例えようのない、なんだろう、なんだろう、なんだろうってなる。でこれなんでだろうとすごく似てるんで曲にしますけど、いつか、まあゾーンのファンの人と、鉄腕友のファンの人が両方間違って買うっていうことも考えられますんで、まあ要するにいろんなゾーン体験を送ってもらってるんですけど、僕がね、また例え話で、まあ前回スタッフには一つもあるあると言われなかったね、逆あるある大辞典と言われてるですね、このゾーンですけれども、の例え話なんですけれども、あでも一つ言っとくよ、ハガキは多い、ただすっごい的を得てる人と、あ、ごめんそれ違うっていう人といますけど、今回思ったのはね、ゲンチャリ乗る人、すっげえ疲れてる時に本当は行けないんだけど、休まなきゃいけないんですよ、行けないんだけれども大丈夫だろうと思ってゲンチャリずっと乗って家まで帰ります、もうかなり長い距離乗ってる時に、本当は行けないんだけどめちゃめちゃ疲れてるからちょっと意識が飛んでて、家の前に着いたところで、あ、家の前に着いた、ここまでありますよね。ここまでありますよね。それで、うわ、危ね、俺次からこれ絶対休まなきゃいけないよ。こんな時何があってもおかしくねえもんって思いますよね。それで、ふっと思い出してみると、あ、そういえば、あそこの交差点で、フェラーリがすごい横にいたとか、あそこの交差点は結構黄色から赤に変わる瞬間で出ちゃったみたいなやつを、その時思い出して、うわってなる時。で、その時のカメラっていうか、その時の頭の中に映ってるカメラって、俯瞰っていうのかな、要するに自分のアップ、自分から見た目線のはずなわけです記憶だから、なのに上空からそのフェラーリと並んでる自分と自分のゲンチャリがあったりとか、なんかえらいその変なアングルでこれ誰の記憶っていう感じがする、そん時がってなるんですよ。先週よりはマシな反応がいただけてるみたいです、よし、じゃあ言いますよ、じゃあ初心的なゾーンからいきますよ、まず一人目ですけれども、葛飾ラジオネームアンドロポフコのゾーン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 、地下鉄で千代田線で書いてます、連結部分にドアがなく先頭車両から最後の、車両まで車内が筒抜け状に見える時ありますよね、後ろの方から前の方を見ていると電車が走って S 字になる時、くねくねして何かうにょうにょしたものに乗ってるのではないかっていう気分になってくる、この地下鉄恐ろしく柔らかいもんじゃないのかっていう気になって、そん時にぬぬぬぬぬぬってなります、そう、それがゾーン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 、これわかるでしょ、なんか全部包むけど筒状になってんだけど、最初のうちはカクカク曲がってるような気がしてくるんだけど、それがなんかうねってる感じがすごいしてきて、俺あれ嬉しくなってくんだよ、なんかうわーなんかぐんにょり地下鉄に乗ってるよーっていう感じになってきて、なんか気持ち悪いんだよね、で降りた時にもう一回その地下鉄を見ると当然鉄じゃんか、あれっていう感じするんだよ、なんかね、さっきまでぐんにょりに乗ってたじゃん俺みたいな、
やっと構成の渡辺くんがはははって言ってくれるようになりましたよね。お願いしますよ、じゃあもう簡単なやつね。福岡県、ペンネームなし網本さんのゾーン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 。風呂で頭を洗っていてシャンプーのせいで目が開けられず蛇口をひねろうとして手を伸ばしたら伸ばしてもバスタブはおろか風呂場のドアにさえ手が触れない。ああ、変わってると思ってしまいます。これは伊集院さんの言うところのゾーンなんでしょうか。そう、それがゾーン。すっごいわかります。風呂みたいに狭いって感覚があるところで何にも触れないって確認できないときにうわって、しかも自分が素っ裸なのは分かってるでしょ。俺これが八ヶ岳だったらどうしようみたいになってくるんで、なんか分かんないけど、今俺が風呂だと思ってるけど俺が見てるいない間にすり替えられてたら、俺が目をつぶると同時にこう景色がユイーンってなってモーフィングでブワーって変わって、それがマザー牧場だったらどうしようって、すっごい、もう俺一人すっぱだからね。おかしいな。でもあんだけハガキが来てるわけですから、僕はこれもうやってきますよ、絶対に。簡単なので言うと、すっげえうるせえとこ、学校とかのめちゃめちゃうるせえざわざわしてるところで、耳、こう手を、なんつったらいいのかな、手を水をすくうみたいな、ちょっとこう、あの感じって、なんつうの、あの、なんか水をすくうみたいな手にして、その手を両方バラバラにした上で、耳のところにかぶせて、耳を澄ますみたいな形にして、それで蓋をして、そのまま、その蓋を閉じたり、閉めたり、やってると声が、ワイン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 ってなって、しばらくやると、ほーってなってきて、なんかその人の言ってる言葉の一部分だけ、ちゃんと聞けてないんだけど、ワイン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 の中に、ワイン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 、京太郎、ワインワインワイン、京太郎って今誰か言って、京太郎ってっていう感じになって、なんだろう、京太郎の件はってすごい思ったりするのも、僕言うところの、ザーン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 。ということでですね、ゾーン、皆さんの流れのこう、いわゆるゾーンの入り口なんです。それがもう人間の中のこの 3D 感覚とか、それが自分の存在感とか、それが全部おかしくなってくるときなんですよ。そこが入り口なんですよ。そのゾーンの入り口を楽しもう。俺なんか笑ってんだよね、それで。すげえ笑ってんだよね。それからもう一回何度も言ってきますけれども、2枚ほどおはがきの方で、それは精神医学で言うところのって分析が来てましたが、そういうことではありません。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力から、ゾーンの係まで。いやー、今日も充実した番組でした。あー、楽しかった。楽しかったですね。山崎さんもどうでしたか。やばいですって。出ました。出ないですよ。出ない。最初は鳴ってたんですよ。はい。いきなり留守んですよ、その後。あー、そうなんですか。ただこれね、安心してください、はい、僕だけはフォローのことを考えてますから。だからそれが安心できないですって、僕だけって。ぶっちゃさんのお知り合いの方いたら、伊集院さんがラジオでこんなことを自主的に言っててくれたっていうふうにお伝えください。いろいろインターネット等で調べたところですね、ぶっちゃさんですね、道草横丁っていう名前のぶっちゃさんのこうあのプロデュースしているあの芝居の公演が、予定されております。ナイス渡辺。こういうのめきずるい謝り人生だからね、君はね。ひでーの。今週金曜日4月25日から日曜日
27日までってことは今このことで頭いっぱいのようなわけでございますね。下落合のタックス1179という劇場で、問い合わせはサンミュージックさんかサンミュージック企画のプロジェクトゲット内、笑い主義のところまでですね。番号が東京0333551664、東京0333551664。ウェッチャーさんこれで多分大丈夫だと思いますよ、うん、で細かいこと言わないでください。なんか伊集院さんが告知してくれてましたよみたいな、見に行く方、特に見に行く方言ってくれればですね、こういうもんですからほぼ大丈夫です。これって後でそれはもちろん伊集院さんとか言ってくれるんですよね。だってあんなに怒っちゃってるブッチャーさん初めてだからすごい怖くなっちゃったんだもんね。なもんねじゃなくて、何が言うフォローっていうかね、あれはエコーお願いします。もうやばいって。ジャンク25時台連動プレゼント企画応募方法発表。もうどう謝っていいか分かんねえ俺。出ねえんだもんだって。ごめんなさい時間ないんで。今ラジオを聞いて何それと思ったあなた。ねえ、あなたは正常です。だから先週こんな企画あるって言ってないですから。この企画どういうものかというと、番組中に発表されるキーワードを送るだけですげえプレゼントがもらえるというもんです。で、ね、一応プレゼント予算が3万円なのかな、3万円分のものをあげられるって言われたんで、何か考えてたんですけれども、あんまりにも思いつかなかったんですよね。一応チュッパチャプス3万円分と思ったんですけど、あんまりに応募がないのも困るんで、山崎さん、はい、自分が3万円あったら何欲しい、今何欲しい、今何欲しい、許してほしい。許してほしい。意味わかんないですよ。二人さあさあさあ、島田さん、3万円あったら今何欲しい？電気毛布。電気毛布。電気毛布3万円分プレゼントで。採用されたよ、意外に。さあ、それじゃあ山崎さん、はい、キーワードを言わなきゃならないんで、はい、今一番頭に何か思い浮かべて、言いたい言葉を思い浮かべて。はい、わかりました。はい、言葉どうぞ。アプリケ。アプリケ。はい、キーワードは。はい。アプリケ。はい。アプリケと書くと、これ、どうすればいいんですか、これは。ですね、このプレゼントの応募はがきじゃなくて携帯電話です。この後番組中に発表されるキーワードをメモして携帯電話からアクセスできる TBS ラジオモバイルのジャンクのページから申し込んでください。ジャンクのページに入ったら番組名を選ぶところで伊集院から深夜のバカ力を選んでください。住所氏名などフォームに従って記入してください。この後じゃねえか、アプリケだ、アプリケ、うん、アクセス方法 i モードの場合は i メニューからメニューリスト、ラジオ、テレビ、雑誌、そしてラジオ AM、そして TBS ラジオの順に選んでください。J スカイの場合は J スカイメインから、テレビ、ラジオ、雑誌、そしてラジオ、そして TBS ラジオの順に選んでください。EG ウェーブの場合は EG インターネットから、テレビ、メディア、そしてラジオ、そして TBS ラジオの順に選んでください。キーワードはもう一回言っといてもらいましょう。さあ、山崎さん。アプリケ。アプリケっていうことでね。はい。今日山崎さん。こっからが大変ですよ、俺。何がですか？終わってからが。いや、終わってからまたいっぱいワードもらっといて、俺が詫びの電話入れといてやろうか。いや、いいです。なんでだって、またペタジーニとか言われたら、ああ、そうかそうか、ペタジーニすいませんって言われても、詫びの言葉として、ごめんなさーいとか、とさーっていう、許してもらえるわけないでしょ、ごめんなさいで。で、それをうまく加工して普通のごめんなさいにしとくから。いいで、そしたら普通のごめんなさいを取った方がいいです。それいらない、いらない、それいらない。謝った方がいいよ、でも謝ってやってきますよ、自分で。ということで、終わりでは、はい、アンタッチャブル柴田とアンタッチャブル山崎でした。それからメカ山崎も頑張りました。伊集院でした。また来世、来週のりちゃんのマネージャー来るよ。